実は自己紹介しますと、私は長いこと脳波の研究してたので医者ではないんですけどね、むしろ医者でない方がまあ帰っていいのかもしれませんけどね。お医者で脳波を研究するって言ったら、脳の働きにね不具合があってね、例えばうつ病にかかっちゃったりね、病原菌でやられてるわけじゃないけど機能がうまくいかないっていうのはそういう脳の病気たくさんありますからね。だから医学的に脳波を研究するといったら脳のそういう状態を観察しながらですね、より正常にいい方向に戻そうということに相当エネルギーを費やしていると思うんですね。で、大勢のお医者さんが努力した結果としてはですね、その成果が実って、で、やっぱり脳の病気はかなり防いではいるんだろうと思うんですけど、まあ、そうは言っても、なかなかですね、現代の複雑な環境の中で脳がうまく適応するかどうかっていったら、難しい問題があるんですね。で、それはそれとして研究は進んでるんでしょうけど、私は医学でなくてね、工学の人間ですから、工学っていうのはよりいいものを、よりうまく動くものっていう方向に向けて、まあ、研究するっていうことになりますからね。まあ、例えば人間の脳で例えればですね、すごいパフォーマンスっていうか、技術が発揮できるとかですね、あるいは力が出るとか、まあ、皆さんのようにですね、気でもってですね、コントロールしながら目的に向けて力を発揮するということに、まあ、なんていうんですかね、一色になろうと思うんですけど、そういうことは工学の分野では研究として非常にいいテーマなんですよね。より良くするとかね、よりいい状態は何かっていうのを見つけるということでですね、ただ、まあ、医学の方が先行したもんですからね、どうしても志願していて、で、医学で認められている範囲の中でしか、まあ、ちょっと研究ができなかったから、あまりこう皆さん方にはですね、目立って素晴らしいっていう成果が見ていただけなかったんですけども、でも最近あちこちで AI っていう表現がありますよね。 A っていうのはアーティフィシャルで技術ですよね。で、 I はインテリジェントですから、皆さんの日頃知的な活動をするですね、それをまあ工学的な、より技術的なアーティフィシャルっていうんですかね、そういうもので発揮すれば、まあ早い話、言うことのよく聞くロボットがいればですね、すごく便利になりますからね、そういうものを研究開発しようっていうのが大きな流れのですね、目的だろうと思うんですね。ただ私自身はそこまでですね、手がけて分けてなくて、自分自身の脳の働きをより良くしていきたいというような、まあ非常に小さな範囲のですね、目標で脳波を研究し始めたんですけども、かれこれ、振り返ってみるともう40年ぐらいやってるんですね。だからまあ専門はって言ったら、脳波ってすぐ答えるようには自覚してないんですけどね、でも長いことやってるんで、脳波に関してはいろんな意味でですね、面白い方向っていうんですか、知見が見えてるんじゃないかなと思うんですけどね。できっかけとしては、だから新先生が少林寺のいろんな気功法の力を発揮されてますよね、もう相当昔から発揮されていたわけですけどね。で、その様子を素人が見たら、まあ、びっくりしちゃうわけなんですけどね、だから新先生にちょっとお願いして、まあ、私は脳波の研究してるから、その気功法っていうんですかね、感覚ですかね、そういうものをされてる時の脳波を測りたいと、あるいはいろんなケースがあるでしょうからね、そのケースに対して測って、調べていきたいということをお願いしたらば、まあ、先生はお忙しいこともありますから、お弟子さんの紹介をしていただいてですね、後ろにおられる森島さんのですね、いろんな、なんですかね、気
候補をやってる時の脳波を測ったんです。随分測りました。そして、私なりにこうだなっていうような結論はつかみつつあるんですけども、もう一歩っていうところでしょうかね。で、まあ、申しますと今先生のお話がずっとありましたけども、その中でね、気っていうものですね、気っていう概念がね、どうも中国と日本でしかですね、あんまりこう一般の方には会話として使うっていうんですか、理解されないという部分があるんだろうと思うんですけどね、西洋の人はね、気って言ったってもちろん言葉がないですからね、だから気って言うしかないんですけども、それ理解してもらえないんですよね。気を入れるって言ったって、まあ、なんとなく皆さんは分かっていただけるだろうと思うんですけども、西洋の人は何を具体的に入れるんだっていうふうに聞いてきますよね。あるいは気になるって言ってもなぜとかね、いうふうになって、なぜっていうことが答えられたら気にはならないんですけども、だから気になるとか気を入れるとかですね、気がするとかね、いったような言葉がごく普通に日常の会話の中に使われていると。で、まあ聞かれると正されるとちゃんとは説明できないんですよね、自分自身としてもね。だから私はできるだけやっぱり西洋の文化と東洋の文化、あるいは日本の文化ですかね、が合体されて一緒にその地球平和のなんていうんですかね、貢献できたらいいなと思うと、その聞いてるものを西洋の人が理解してもらえるような概念っていうんですかね、あるいは定義っていうんですかね、また見方をしないといけないんじゃないかなと。でその時ですね、結局脳の活動ですから、脳の活動を客観的に見る一つの手法としては脳波というのがありましてね、だから気がするっていう言葉じゃなくてこういう脳波が出るとっていうね、そうすると西洋の人も理解できるし、そこに目指して、確認していこうということになると思いますんでね、まあそういうことで、気というものをより明確にする手段として先生にお願いしながら実際に気候法をやっている時の脳波を測らせてもらっています。ただ脳波って非常に複雑なもんですからね、言葉で簡単に説明できるものでもないんですけども、でもごくごく大雑把にお伝えしますとね、この空間にねこの空間には電磁波がいっぱいあるんですけどね、例えば太陽から光が来ますよね、太陽光線ですかね、この光っていうのは電磁波なんですよね、周波数が非常に高い電磁波なんです。だからまあなんていうんですかね、テレビとかラジオみたいなのを組み込んでですね、そこに太陽の光を出すっていうわけにはいかないけども、でもまあランプを照らして光を出すとかね、 LED の光を出すとかいう技術がありますからね、それも全部電磁波を出してるんですよ。でこの空間の電磁波をずっと周波数の高いものから低いものに向けてずっと整理しますとね、日頃皆さんのお使いの携帯電話も電磁波の応用なんですね。電磁波が遠くまで飛びますからね、だからそれで通信ができると。ただまあ皆さんの携帯電話の大きさだとまあエネルギーが知れてるから、だからバッテリーで充電したその力分だけしか出せないですからね、だから相当はね、例えばここから北海道の人に携帯電話で連絡しようとしたらそれは全くできないんですよ、すぐ近くにしか通信できないんです。でも現実には北海道とか沖縄とかね、アメリカに、まあ、通信ができるんですけど、それはまあなんていうんですかね、通信会社がね非常にパワーのある電磁波を駆使して、
まあ、皆さんと契約してそれを使うことができるから、そこに乗っけて、遠くまで、ね、通信することができると。でそれと非常に似た構造っていうふうに私は今考えてるんですよ。発見っていうと大げさですけどね。でも裏付けがね、実際に観察すると出てくるから、まあ皆さんにお伝えしていいと思うんですけどね。人間の脳は、脳波って周波数が非常に低いから、まあ、例えば1秒間に10回ぐらいの振動するね、10ヘルツぐらいのゆっくりした波ですからね。だからそれは波長で言えばびっくりするぐらい長くなっちゃうんですよ。つまり相当長い安定でないとこの脳からですね、信号が出ていかないんですよ。だからアンテナがなかったらもう信号出ていかないですからね。だから気が出るとかね、気がするっていう表現はね、情報ですから、そういった意味ではちょっと人間の脳の中のですね、エネルギーではとてもできないというのが、まあ、一つ理論的には分かってるんですね。だけど現実には遠くに届くじゃないですか。でそれは何だろうかといったときにですね、それは長い課題いろいろ調べてのたどり着いたんですけども、4つのね電磁波がやっぱりあるんですよと。脳波と同じ周波数帯に属するんですけどね。どこから来るかというとバーレン帯から来るんですよ。でバーレン帯から来る電磁波、4つの電磁波を、これは目的が分かんないけども、ロシアのねトムスクっていうところで、ずっと観察してネットで、毎日公表してるんですけども、それを見ますとね、もう自分の脳波とね同じようなものが出てるんですよ。ということは空間にね脳波と同じようなものが存在してるっていうことでしょうかね。それとチューニングすれば情報をキャッチできたり情報を送ることができるというような意味合いでしょうかね。でその辺の可能性が非常にあるなっていうふうに、感じつつですね、で今日も久しぶりにちょっと参加させていただいてるんですけどね、皆さんのなさってる飛行法あるいは練習ですね、それは空間の電磁波とね、皆さんの脳の脳波とのね、何て言うかな、共鳴させるようなね体験をいっぱいここでやってるんだろうと思うんですよ。だからある段階になるとね、もう本当に共鳴しちゃってるから、気がするとその通りになるとかね、なんかこうしたいと思ったらね、で思ってるだけでねそうなってちゃうっていうね現象だけど、それは空間にある電磁波がそのように変化して実現したんだというふうに思うんですけどね。でその思いに至ったきっかけが、ね、またこの大げさに表現するけど命の恩人なんですよ。私7年前にですね、まあ、脳波の研究をずっとやってたもんですから、まあ、そういうことでですね、インドのね、宗教でジャイナ教っていうね、まあ、ヒンズー教の方が圧倒的に大きいんですけどね、ジャイナ教も同じような古い歴史があって、ただ戒律が厳しいもんですからね、信者が少ないんですよね。で、そのちょっとした知り合いがいましてね、でジャイナ教の最高なんですかね、最高聖者って言ったらいいんですかね、キルティ・グルさんっていう人がですね、これがまたよくわかんないんですけども、そういう気を取り込んでっていうことだろうと思うんですけども、まあ年齢は91歳ですね、盲目で全く食べないんだそうですよね。通訳を通じていろいろ聞くから、まあ、どの程度正しくね、情報が得られるかわからないんですけどね、まあ、9年間も全く食べないんだ、そして寝ないんだそうですよね。まあ、それも確かめるわけにはいかないけども、話としてはね、食べないで寝ないで、そして信者が来る、その信者さんに祝福気を送るっていうか、そうすると、まあ、信者さんっていうか、元気になるということでしょうかね。で
そういうキリトイグル最高聖者の脳波を測ってほしいという依頼があったんですよ。これはまたね、こちらからお願いするじゃなくて測ってほしいっていうことですからね。だからもうまたとないチャンスですしね、しかも先方からの依頼ですから、交通費っていうんですかね、滞在費もう全部向こう持ちで、ね、で測られたいものが測れるんですから、人間が食べないで生きていられるっていうこともね、脳波的にどうだろうかとかね、それから多くのね、病気を患ってる、まあ、患者さんですかね、患者さんというか信者さんですかね、をなんか手当てでもって救っていくっていうね、そういう話もありますから、まあ、実際何が行われているかというのを計測したときにですね、先ほど申した4つの電磁波、キリトイグルの脳波は強く出してるんですよ。で、空間とカップリングしてると。で、おそらく、大なり小なり、そのか、なんていうのかな、真珠さんの脳もですね、空間の電磁波に少しはカップリングしてるだろうと。だから、まあ、皆さんちょうど携帯電話でね、通信会社の強い電波を、ね、利用すると同じように、空間の電磁波を利用すれば、人間の脳の情報が伝わるんじゃないかなって、そういう感じがしまして、で実際に行って計測したんですけども、その時にですね、まあ、通常企業に勤務してるなら春秋の健康診断があって、皆さんも健康診断されるでしょうけどね、私も以前はしてたんですけども、全く独立して自分の仕事を始めてからは少し、まあ、サボるというか、あんまり健康診断しなかったんですよね。で、まあ、ワイフが心配して、インドに行くんですからね、長いこと行くことになるんでね、せめて行く前に健康診断してって、で何でもなかったら行ってもいいっていう許可があったんで、まあ、とりあえずそれは健康診断しないわけにいかないからしたんですよ。そうしたら、大腸ですね、横行結腸なんですけど、大腸にですね、コブシダのがんができていることが分かりましてね、医者が曰く、これすぐ切除しないとね、余命6ヶ月っていうか、1年も持たないよって、もう閉鎖っていうか、塞がっちゃってね、苦しんでね、で、まあ、がん細胞全身に散っちゃってね、ダメだからすぐ手術って言われたんだけども、今申したね、そのキルティグルのね、まととない脳波を測るチャンスですんでね、とりあえずインドに行ってね、帰ってきてから手術してって言ったら、もう医者は呆れてね、もう命助かないでもいいのって言われたんだけど、まあ助かってね、測定しないよりは、もう測定して助かない、仕方ないかなと、こんな風な思いで行っちゃったんですよ。で帰ってきてね、だからすぐにその入院手術っていうその予定が取れなくてですね、まあ結局2ヶ月ぐらいは時間が空いちゃってね、だから行くのは4月だったんですけども、入院手術は 6月にということで、で、まあ、そういう実態の嘆きをね、皆さん Facebook されていらっしゃるかどうかですけど、 Facebook にちょこっと書いてね、ただキルティグルのね、脳波測定したものも載せてね、あったら、ひょっとして先生がそれをご覧になったのかね。それでちょっと私も頭から気候法は抜けていたんですけどね、先生がおいでいただいてね、本当にもうもったいないことなんですけどね、もうだいぶがん治していらっしゃるから、だからこの大腸がんね、治すっていうことでね、事務所においでいただいて、にわかね、ソファーでもってやっていただいたんです。で、日頃皆さんのようにね、気候法をやってれば、やって気を、ね、入れていただいているのも分かっ
でしょうけども、全く私何も感じないですからね。まあ、小一時間ほど一生懸命やっていただいてるんですけど、申し訳ない、わかんないんですよね。でまた来るとおっしゃるからね、これまたチャンスだっていうことで、それでおいでいただいたときにですね、先生でしたね、先生のノウハウを測り、私のノウハウを測り、その2つのノウハウのコリレーションっていうんですかね、まあ俗に言う気が合うか合わないかっていうね、気が合わなかったら先生一生懸命気入れてね、その気に抜けちゃうじゃないですかね。気が合えばね、いただけるっていうことかなとかね、まあそんな風に思いながらね、脳を測ったらね、これも大発見なんですよ。これ学会でも発表しましたけどね、 7.8Hz というね周波数の脳波がね、先生が約ね20秒ぐらい続いている中で、私も誘導されましてね、15秒ぐらいかな、出たんですよね。で、これ脳波っていうのも出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりしますからね、それ長く続くわけじゃないんですけど、でも先生を見るともうだいぶ前から 7.8 が出てるんですよ。で私が出てないんですよ。で申し訳ない、やっと出だしたら一緒にね、連れてってくれたっていうことでしょうかね。 7.8 が共鳴して、それからまた離れるっていうことでしょうかね。で、まあなんていうんですかね、気候法の治療していただいた後ですね、別れて自分の脳波を測りますね。今まであんまり出て いなかったな、8で、アルファ波のスロー周波数ですね、低い周波数が時々出るようになったんですよ。だからまあ本当は日頃ね、皆さんのように一生懸命気候法をしたらいいんですけどね、ちょっとそれはやってなかったからって、だから 7.8 が出ないということかもしれないですね。で3回目もね、おいでいただいて、やっぱり 7.8 が共鳴するんですね。でその 7.8 は先ほど申したね、4つの電磁波の1つなんですよ。だから空間にある電磁波なんですね。で我々が健康であるっていうことは、時々 7.8Hz が出てね、で健康維持すると、つまりなんていうんですかね、免疫力をより高めるっていう刺激力になってるんでしょうかね。で普通私たちはね、まあ小さい子供も含めてですけどね、五感っていうか目や耳や鼻やですね、その刺激を脳が捉えて情報処理して、より安全に健康な方向にですね、コントロールして信号が出ると、これは自律機能っていうことになりますね。大人になるとですね、だんだんそれがちょっと弱ってくるんですよね。でやっぱりまあ高齢者に従って病的になるっていうか、ね、健康が損ねられてくるんですよけどね。で皆さんのように気候すると、その 7.8 が強まるから、だからそれは気がつかないにしてもですね、健康維持する方向には体が動いてるんですよ。で私のように全くやらないとというのは本当に出ないんですよ。日中は出なくなっちゃいます。で全く出ない方というと、よくしたもので、ね、夜寝てる時の睡眠のレム睡眠で 7.8 が結構強く出ます。だから寝ることによってね、健康を回復すると、知力を回復しているということかもしれませんよね。で、まあ大発見というとちょっと大げさな表現にはなりますけどね、でも今までそういうことに言われてなかったんで、気候で気を受けるとですね、送る方も受ける方もですね、脳波的には 7.8 で共鳴するっていうことが、まあ、事実としてあったということでしょうね。いや、これがその 7.8 共鳴するとどうなるかというと、もう一つちょっと喋りすぎますが、最後ね、 7.8 が強いとですね、自律機能が活性で、自律機能っていうのはまあどうなんでしょうかね、健康を維持する働きだっていうふうにちょっと集約して考えてみましょうかね。この血液の中にね、赤血球、白血球っていう表現がありますけどね、白血球がまあ
大体病原菌が入り込んできた時にやっつけるというような形でしょうかね。まあ、主役は T リンパ球、あるいはナチュラルキラー細胞って聞いたことあると思うんですけどね、そういう白血球なんですよね。で、多分ですね、これは実際検証は非常に検証するのが、ね、難しいから検証はしてないんですけどね、 7.8Hz の脳波が強く出ると自律機能が活性になるっていうのは分かってますからね。ということはもうちょっとメカニズムから言うと、この白血球のね T リンパ球が活性になると、で T リンパ球が活性になると、まあ、間違いなくがん細胞は破壊するんですよね。だから結局シン先生から 7.8 のこの空間の電磁波を揺さぶり入れていただくとですね、私も及ばずながら少し 7.8Hz の脳波になってきて、そして自律機能の中の白血球ですね、 T リンパ球が非常に活性になる。そうすると休んでた T リンパ球が体中のがん細胞を見つけて破壊してくれると。だから拳台ぐらいになっちゃったがんがですね、いざ入院手術してね、やっぱり相変わらず拳台ぐらいがんだったから切ったんですよね。だけどもお医者がね、首かしげながらね、どうしてだろうっていうね、後で説明してくれたんですけども、このがんの塊がですね、どのがん細胞もみんな死んでるんですよ。壊死っていうんですかね。だから普通はがん手術した後は抗がん剤をね投与して再発を防ぐんだけど、まあとりあえず抗がん剤はいらないだろうと、ね、だからなしにしましてね、その代わり、まあ、3ヶ月ごとにね、なんていうかな、再発してないかとかね、転移してないかどうかを調べるということになったんですけど、それみんなセーフでね、でなんだかんだ5年が期間らしいんですけどね、検査がね、で5年経っちゃいましたから完治っていうのが完全に治ったというふうに証明してくれましたね。で今それから2年経って7年ですね。だから余命6ヶ月という状態からね気をいただいて、そして今85歳なんですけどね、もうおかげで元気になりましたと。だから、まあ、命の恩人なんですよね。皆さんはだから気をねこう鍛えていらっしゃるでしょうけども、その気はご自身の健康を保つのにはすごく役立つよということですよね。気そのものの、ね、実態はまだ解明されてないんですよね。だけどもどうも空間の電磁波の4つがねカップリングしてる、まあ量子力学的に言うとその電磁波の波なんですけども、それが量子力学的に見ると粒子になるんですよね。波は粒子ですからね。で私の感じでは感覚ではその 7.8Hz の電磁波の粒子が気だろうというふうに勝手に思ってるんですけどね。だからまあどん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 証明していきたいなと思ってですね、ちょっと喋りすぎましたね。どうもすみません、ありがとうございました。